な部分によって歴史が残る場合もあるということです。でもここいらで本物を出しておきたかったんです。でだから僕は2年間かけて徹底的に自分の考えを全国の人たちに説いて回るわけですよ。逆にみんながそこまで考えてなかったので、うん、逆のショック受けて出る質問はどうしたら元気になりますか、どうしたらやる気が出ますかばっかりでしょ。僕はこれ勉強し始めて3年なんだけど、3年というか、自分だけですよ、うん、自分だけですよ。それか長野県ありますやんか、経営室病院やっとできたんですよ、うん、言ってましたね。で、駒ヶ根市でね、勉強会やってて、勉強会のテーマにしたら小坂先生だって言って硬いと、みんなそんなこと、そんなこと期待してないと、うん、直してくれと。ぜひ一度僕呼ばせて。実はもう駒ヶ根市から多分オファーがあると思います。駒ヶ根市の市長のシーズンに呼んでいただけると市役所に聞いて、昨日来てた。はい、来ました、はい、あよかった。駒ヶ根市今ね、座ってね、実は市役所の副市長がね、豊田出身なんですよ。そういうルートがあるので、できるだけもう長い時間ください。これだって4時間喋ってるんですよ。飽きないですよ。もうそろそろ工場行って、しまし移動しないとあれなんで。工場は見なくてもいいから、そういう感じになっちゃう。だから、だったらもうまた30分ぐらい喋りますけど。もう、じゃあもっと話しましょう。他に何か、酒井さん聞きたいことありますか。この間、ちょっとそれこそアップしてたネタですから、なんだっけ、小林さんの名になったと。それこそ、全体で実際にトップがどの時点でどれくらいかかわるかっていう質問があったじゃないですか。はい。経営品質、その小林製薬さんはその経営品質やってないんですけど、僕のこの本を見て教えてくれて経営者の方が来られたんで、それはすごい経営があるなと思ったんですけど、いわゆるその経営者が部下や組織を見れないなんていうことはありえないっていう話を僕はしたんです。なぜかというと、そこの部分を放棄することは、経営者を放棄することと同じだからです。だから、どんなに大きく組織がなくても、それぞれにそれを代表する人たちとコミットしていけば可能だと思います。もし、それぞれそのばらつきがあったり、うまくコミットできないとしたら、それはそれを吸い上げる仕組み問題があると考えるべきではないかという話をしました。もう少し具体的な相談があったので、それは個別にこうしたらいいんじゃないかという話をしましたけれども、例えば小林製薬の経営者の方、その専務のお父さんはかなり強烈な方で、自分の意思を従業員に反映させる、ちょっと中内さん的な大変な、そういう組織では自発的な声がなかなか出しにくい。こんなこと言って叱られたら困るとか、そういうようなことがあるんで、だから総括なんていう言葉はありますけども、意見を吸い上げるアプローチがいる。それは経営者が単なる仕事一辺倒ではなくて、魅力に富んだ総合的な人間だというふうに示すことではないかということですね。だから、なんていうか、少なくとも自分の隣の人には話しかけられるでしょう。じゃあ、その彼にその組織を見て改善してもらうためのアンバサダーになってもらえばいいんじゃない。会社の組織もその集積体である。例えば、うちの会社がその時間あたりの付加価値金額というのを国民に毎月あたりで出すことによって、この会社は今いけてるのいけてないのというのを分かるようにしたように、いくつかのそういうふうな指標があるのではないでしょうかという話を
そしてその指標作りにこそ私たちはもっと慎重になるべきだし、大胆になるべきだというふうなことです、ね、っていう話をしたんですよ。だからよくまあ経営企画室とか経営革新室とかいろんな名前をつけて、その戦略的なことをやろうとするんです。で、僕はバトルオブブリテンの話をそこでしました。バトルオブブリテンというのは1940年から41年にドーバーを隔てて行われたイギリスとドイツ軍の戦いのことを言います。メッサーシュミットとスピットハイヤーが空中戦をしたことで有名なと思います。イギリス軍は圧倒的に戦力は劣るたんですよ。彼らは戦略司令室といってドーバーのモデルを大きな戦略室に作って、よく映画で出てくるこの辺でライトがあって、航空機が何台機体かそこへ並べてみて、でこっちから迎撃をこうして、いわゆる集中コントロール室を作り、みんなが同じ情報で議論できるフラットのパネルを作ったわけですよね。それによって少ない兵力であっても効果的に配置して、最終的にドーバーを超えることができなかったですね、ドイツ。つまり戦局を全体に見るというやり方、そのために兵力ではなくレーダーという監視サイトシステムを作ったわけですね。徹底的にレーダーというところ、飛行機はスピットファイヤー以外の飛行機は発明してません。一番最初にジェット機関を発明した国でありながらね。でも戦だって兵器はいくらでも借りれるからです。アメリカからほとんど借りました。でも管制システムを借りるまでにいかない。それは根が生えているものだからです。そうすることによって、つまり僕は言ったのは、みんなが共通でできるフラットなシステムにみんなが参加する形を取ることが良いのでは。話したんです。それに比べてドイツ軍は、ヒトラーという人間の独裁的な考え方でイギリスに行き、ポーランドに行き、そしてロシアとも同時に戦争をやりました。よって兵団はバラバラになって、その優勝が来るまでにモスクワを落とすことができない。ナポレオンもまた同じ道を選ぶことになりました。彼らがもっと勉強してたら、そのモルトケが書いたいろんなテクニックを手に入れました。しかしヒトラーは5兆です。だから戦略的な手段を操った経験が一度もなかった。だからなんていうのか、うまくいかなかったんです、まあ、日本で言うなら信長と秀吉と家康の差にもありますよね。会社というのはやっぱり全体図を見た上で最も後ろに下がらなくてもいい作戦を取るべきだって、前に出る作戦を取るべきではない、っていうふうに思っています。だから僕はなぜ日本税理士会は法人税をの一時廃減免をという意見広告を出さないのかっていうことについて思うんですよね。本当は法人税は昨年の4月から 5% 下がるはずでした。凍結されたままですね、一日も早くっていうことを言うべきですよね。消費税は決まってないけど、法人税の低減はもう決まっていることです。執行されていない、ね、なぜかというと、法人税が高い方が税理士の仕事にとってはいいからですね。パーセントが上がれば、僕の努力によって社長100万取りましたよみたいなね、っていうところはありますね。僕の税理士は結構すごい厳密な人なんで、彼との議論によって僕が出してきたオリジナルな図表を後で講演等で見ていただきましょう。全然男女がやったら会社の声じゃないやもう、いや毎週中に何回もやっててね、毎回そのレジュメをでもちょっとずつは変えてる僕の誠実さってあるんですけどね、いずれこのリアマツと一緒にパワーポイントをダウンロードできるサービスも始めますので、
その日の講演が全部パワーポイントで手に入る。これいいでしょ。リア松を見ながら今ここやなっていう。リア松は僕が映ってればいいだけで、パワーポイントはパワーポイントでプリントアウトできるようにすればいい。でこれを使いたいときは、バンクリサイクルの松浦さんが言ってましたとよ、必ず言ってくれたらいくらでも使っていいですよみたいな話にしたいと思います。と21世紀型っておっしゃるじゃないですか、企業は21世紀型になる。21世紀型っていうのは、じゃトップダウンで支配していくのではなく、みんなが同じ情報を持って、みんなで考えようという。違います。僕で言う21世紀型は、その全てをショートカットしろということです。ショートカット。つまり、あらゆる文明はズボラになることで発達したんでしょう。レコードを持っていくのが嫌で、ウォークマン発明し、そのウォークマンにもっと簡便なそのメモリーシステムによって、あの iPod が生まれ、それを電話とくっつけて iPhone が生まれたんですよ。全部ズボラをかましてる。ズボラつまり楽したいわけじゃないですか、楽したい仕組みを作っていったわけですよね。 CD のインナースリーブを読みたくて CD を買うのは河村君と僕ぐらいしかもういなくなってるみたいな。それ日本版のロンドンレコードのジャケットの帯がついてるローリングストーンズのボックスとか持ってるんですよ。その日本版の帯って分かります？この CD の横にこんなんありますじゃないですか。あれがだけ違うやつとかね、もうなんかリマスタリングはどう違うかいうのを彼の後で iPod とか見せてもらったら、 iPod のねこんな分厚いみたいなね、テキサスバーガーよりでかいこれって何なのみたいな、絶対あの公共前で持ってたら捕まるでみたいなね、これはなんだみたいな、どう見ても爆弾みたいな。iPod に選曲してたら捕まるね、どこれがみたいなね、お前なんか遠隔操作で次元爆弾みたいな形でしたあまりにもすごかったので僕写真と見せたら、ね、今見せたらもうね、あのね、ぜひじゃあリアマツもう4時間これ見てる人って本当にいるんですかね。ね、なんだこれはみたいなね、このね、まあなんせそのこだわりのこだわりですよ本当に。あれ見てよあれ。これで完成じゃなかったような気が。これ起爆スイッチ見えますね。これにあれがくっつくんですよ。ちょっとあのカメラで。何それ。ほら。これがまだまだまだ、これを1個まとめなあかんのですわ。どう見ても爆弾ですよ、これ。あわ。どう見ても危ないですよ、これ。手に持ってるけど、ステレオ組んでるみたいな感じですか。そうそう、まあ、コンポーネントですね。パワーアンプをつないで。そうから、僕の耳型を取った。そうそうそう。絶対捕まるよね。本当に捕まったんですよ。2回ほど。ねこれみたいな。こうやって。持って歩けるのがいいのにそんな風にしちゃったら持って。いや持っては歩けませんけど。ポケットには入んないけど。ちょっと重たい。うん。だからこれが一つのこだわりだけど、こういう人は極めて少ない。うん。すごいですね。うん。楽しい。期待しか売れない。そうそう、だから、僕の話ちょっとあまり面白すぎて、まだ写真撮ってください。つまり世の中はズボラになるようにできてる、組織もそうではないかということなんですよ。だから会計士もそうじゃないですか、時価会計があって税務会計があって、もう一個にせえみたいな、時速300キロで走ってるのぞみから田んぼで手振ってる人のポートレートをちゃんと撮れみたいな感じやぞみたいな、なぜその日に止めなあかんねやみたいなね、もう製造業は2年に1回の決算にしてって、その代わり 2% ぐらい余計に法人税高くなってもいいからみたいな、年に1回決算をやることがどれだけ企業のダイナミズムを減らしているのかということですね。単なる納税のための仕組みで会計を歪めていく。だからこんなことを許しててはいけない。だったらもう全員も僕言うんですよ、納税手数料くれみたいな、年末調整費くれみたいな、全部会計事務所払ってるぞみたいな。だから
君らは納税者でも何でもない。納税者は会社へ、うん、だから会社が手続きをしている。日本人は納税という行為をしているけど納税者ではないんだって、ね、って書いてあるよね。そういうディーザー広告を。あ、そんな人まだ仕事がやるから栃木経営センターに憧れるぞみたいなね。あのだから僕は全てショートカットをする、つまりこういうショートサーキットを作れば最もダイナミズムが発生するということを例示したいんです。その中でエンパワーメントというものもあるでしょう。しかし仕組みの中でショートカットをしなければ他の人は真似できない。話し合って気づきのある組織作ったらいいんですねなんていうことは曖昧すぎて人が真似できない。人が真似できるショートカット、ショートサーキットを提示したい。なそれはそれぞれの会社が考えたらいいけど、そうどういうショートカットをして今まで100時間かかってきた話し合いが10時間になりましたとかね、そういうことをどんどんやればいいというふうに思います。景品数のこれを共有することによっていらん話し合いが減る可能性はありますよね。僕がやりたいことはただ一つ、ショートカットです。あらゆる文明はショートカットによって発達し、ショートカットしたものだけが残ります。望みができて15年か20年ぐらいか、今やもう光より望みの数が多いでしょ、うん、ショートカットできるからでしょ。なんかそのショートカットの回数が多くできることが僕はイノベーションだと思っています、うん、とにかく走る。だから営業部もショートカットしたわけじゃないですか、うん、そうしてみんなで考えて、開発部が自分で考えたやつを自分でお客さんにプレゼンしたらいい、うん、最初はうまく喋れなくてもだんだんうまく説明できる、ね、これでいいではないですか。そして本当に必要なものに経営資源を集中させた、ね、僕はうちは未だに弥生を使ってやってますけど、総務の子にも編集者やめてしまいなさい、うん、もう弥生がやるのは弥生の給料とかついてるからみたいなあとはささっと計算とかね、もうどうしたらショートカットできるやつかばっかりやっていますけどね、うん、これ見てるとね、例えば前会とかね、気づきの会議とか、会議は決定を結論を出すよりも話し合うことに意味があるんだみたいな、はい、とかって多分ものすごくフリーフリーな感じで話し合う、まあ、今日も皆さん聞いてますけど、ね、そうするとこれはショートカットのためのステップだということです。もちろんそうです。そうです。つまり議題で話し合って決めたら、決めるプロセスは正しいものかどうか検証する仕組みやね、うん、うちの会社では会議にはみんなが最初から議事録を書いたやつをポチって止めたやつがあります。ラストシーンを書いてこないやつは会議題を出すなって言ってます、うん、お前は本当はどうしたいのかを全部説明してからこの話を続けようぜ、うん、ここから先はみんなで揉んでいただいて、結局どれでもいいんだ君は、だったらもう別にこんな議題必要ないじゃんかっていう、うんうん、だからラストシーンまで一人の人に書かせます、うん、お前は本当はどうあるべきだと思ってるんだと思います。そしてそれが思い通りいかなかった時に初めて次頑張ろうと思うんじゃない、うん、でもここから先は皆さんと協議してっていう役員会という経営者の暇つぶしで、役員報酬を取るためのおためごかしとして存在している会を永久になくした。そこはシス教みたいですね。取締役会ないですから、うちの会社、うん、だから僕が 70% 株を持ってますので、僕が全部の議決権を持っている以上取締役会は必要ない、だから社員にはパフォーマンスの場としてこう言います。君の言ってることはいちいち正しい、でも全然楽しくない、僕がこの会議に出ている意味をもう少し織り込めなって考えたらどうだ、俺を楽しませる責任が君にはあるんだよ、って言います。こんなことを会議で言われる言う経営者はないでしょ。楽しいより正しい、違う、正しいより楽しいがいい、 PDCA より喜怒哀楽、 IQ より IQ です。わかります。全て日本の社会が言ってる逆です。もし日本の会社の仕組みが正しければ日本はもっと成長してるはずだ、うん、こんだけ成長しないということは
この国の真面目モードがこの国を成長させてないことにいい加減気づくべきです、うん、できないやつはショートカットできないですよ、うん、できるやつはもっとショートカットしたい、うん、早く終わらせて次のことをやりたいと思ってるわけでしょ、うん、忙しいやつに用事頼めっていうのは忙しいやつは早く仕事をする仕組みを知ってるから用事ができる、できひんやつは永遠にその食べもしないカルボナーラを混ぜてるんですよ、うん、もうそこだけ腹立つんですよ、カルボナーラを混ぜるのをやめろってもう混ざってんねんそれ、お前にやめることはお前の舌をやけどさせて口食堂の中に投げ込むこと、それはカルボナーラ様に対する礼儀であろう、くる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 混ぜてね、カルボナーラボンゴレの身をちゃんと食えってソースをすすれみたいなねもう思いません、なんかビールをちびちび飲んだから、まあ、そんな入れさまだいろいろあるんですけど僕のまあ、それは置いといて、なんせその全てをショートカットした時に最も新しいやり方を発明できるはずです、ね、だからすごくそんなことばかり、例えば僕は GTR っていう素晴らしいスポーツカーで素晴らしいボースのサウンドシステムを持ってますが、コシオ君の上げてるやつにマーク・レビンソンの高いオーディオをつけてますけども、僕は今やってるのは150万ぐらいで買えるスイフトにウーハーをつけて自分で改造してます。そのウーハーもなんか安いスーパーで売ってるやつを改造してすごい音を鳴るようにしていて、これなんか耳クソが溜まったみたいな音するやろみたいなそこがええねんみたいなっていう、それをイクライジングせずにカーナビについてるフェーダーでコントロールしていい音に近づけますみたいな、そんなの面白かったりするわけですよ。だからショートカットした時にだんだん社員もそのショートカットが分かってくる。そうですね、君は髪型がショートカットもうちょっと大きいのもう伸びたら、いやいやいや、その髪型のことじゃなくて文章とかも、うんうん、社長のフェイスブックとかに雑誌を見てこうギュッとこう詰まってるんで、うん、そういうのを文章に置いてもなんかこうショートカットしてこう短い文で明確に伝えようという、うん、そういうふうに努力、関係代名詞を一つの文で一個以上使うなっていう、うん、できても使っていいのは名詞施設だけ、形容施設は副施設はいらない、つまり本当にいい文章は粉雪のように降り積もるべきだっていうんですよ、もうパルメザンチーズみたいなねなんか抵抗部みたいな、それはパルチザンやみたいなねもうおもろい、ね、最近穴が2つできてちょっと悲しい僕みたいな、ちっこいこのなんか穴にを苦労しながら出す時が好きやったのみたいなこんな丸い穴が大きい穴開いちゃってみたいな、なんぼでも出るようだったわみたいな、でその パルメザンチーズ何マジでショートそれ戻りすぎや、文章、本当にいい文章は来ないパルメザンチーズが来ない日みたいやというのを昔しました、パルメザンチーズ、パルメザンちなみに雪印の商品なんですけど、うん、いわゆるパウダーチーズです、うん、だから僕の好きなチャンドラーの文章は極めて文節が短い、うん、だからプロイードした、まあ、エイゼンシュタインのモンスタージュ手法の話をしないといけないんですけども、それはヒッチコックっていうミステリーの非常に大化な監督がいますが、ヒッチコックがフランソワーズ・トリフォーのインタビューヒッチコック映画術っていう素晴らしい本が小文社が出ても僕はその本2冊持ってますけどね、ヒッチコックはこう言ってるんです、映画で一番大事なことは説明することだよね、説明をできるだけ細かく分けてすること、うん、事実が少しずつ分かることに人はサスペンスを感じる、だからできるだけ短い文章を重ねてその積み重なりによって持つイメージこそが伝えるべきことである。ところは日本人の文章ってすごく長いでしょ、主語が出るまでに
なんか3行ぐらい時間を費やさないといけないじゃん。これでは正しいイメージが伝わらないでしょ。できるだけ一つの文章を短くしてほしい。だから長く文章を書くのも簡単なんですよ。僕が毎日書いてる Facebook はどうすれば短くして本質まで行くかっていうそのことをやってるんですね。 Facebook でワンスクロールぐらいで見れるようにして人の心に何かの火を灯したいっていうのをやっているんですね。沖縄教育出版の川端さんがね、あの社員全員から毎日こうあのいい話があり、なんかなんだろう、ピッピッと産業魔法の鍵っていう名前なんですけど、そういう名前でね、毎日起こったことをあのレターをもらう、レターって毎日出してもらって新聞を取ってるんですよ。でそれは産業なんですね、産業。産業、産業にまとめなさいと。そういう川端さんは産業じゃないんですよね。川さんね、川さんね、起きてから2時間ぐらい考えるとさ、すごい。いや、いつもね、僕もね、もうあのいろいろ直接皆さん見えないところのコミュニケーションもあるんですけどね、一生懸命考えてあるんですよ。2時間考えて、うん、あれは考えてますせ本当に、あのね、なんか誠実な人やな思ってね。多分あの朝動きもされるのでその時にずっと考えてるのかなと思うね。感じ率高いですもんね。 89% ぐらい感じですもんね。褒めてる、褒めてるんですよ、カバって。社員にも産業でそのね、あのエピソードをかけといいですね。あの中継出版さんがそうなんですけどね、中継出版の本も書かないといけないんですけど、中継出版のタイトルを産業でしてできるだけ長い文章にして、小さな会社を賢く税金を納めなさいね、おかげさまで2万部突破いたしましたけど、ね、タイトルが産業か産業か親父ギャグみたいな、ずっと僕の帯をつけてる、税務署にも入られて幸せになってました。この中のギミックは否定されませんでしたけど、クソ、ガン向け2分の1損金に下がってもたみたいなね、うん、まあ、今はパブリックコメントを聞いてるんですけどね、結局ね、来ました、来ましたね、ついにここに来たかみたいなね、本当反則者みたいなやつ。そうそうそう、まあ、でも本当にね、大事なのはね、消費税上げて法人税下げることなんですよ。本当にもう世界の潮流はそうですから、アメリカ、日本の次に高かったけど 25% 以下にしますし、国内製造業は特に優遇してるでしょ。日本もそうしたらいいじゃないですか。国内 100% 作って国内の雇用をやってる人たちについては 18%、 政治家は平気で 18% で言います。もう間違い、それは利益の800万円までです。800万円超えた瞬間に 41%、国会議員は本当はこのこと知らないんじゃないのかなっていうぐらいね、うん、まあ実際まあ 22% で軽減税率で 18% になってるわけですけど、本当に大事なのはそれ、法人税の税率が高すぎることと減価償却の期間が長すぎてることですね。稲森さんがね、言ってるじゃないですか、バナナの叩き売りの話を。どんな話でしたっけ。バナナの叩き売りの台を買うんだと、うん、台を買ってバナナって言うけど、もう次のところ行きたいと。でもこれ減価償却残ってると。ああ、遊説償却の話ですね。しょうがないです、ならずにならざるを得ないね。こんなのもっと短くするんだって。飛来心を立てると償却は18年、しかし落雷の時の保険をかけると全額経費です、うん、どう考えても飛来心を立ててる行為の方が企業を防衛する自発的能力が高いのか、うん、そちらは18年間固定資産税を払わないといけなくて、保険に依頼している依頼心の強い人たちには税金がない。こういいでしょ、こういう陰謀みたいんですよね。飛来心より依頼心ってタイトルで書くべきかもしれませんね。だから自発的に全て、例えば僕の会社では70社の仕事を全部自社の機械買って、リースは1個もない。リースは支払う金額多くなるんですよ。多くの会社はリースをやることで経費は増えるが資産は増えない。
減価償却というギミックを使えないからですよね。だから僕らはそうやってやってるから、もうどん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 お金がない。でも F1 のチームだと同じことやってるはずなんですよ。どうすれば早くものが作れるかいうことを僕らは日々研究してるわけですよね。ライバルに絶対勝てない仕組みを作っているつもりです。でも未だに銀行は自己承認ですのことばかり言いますよ。税理士も同じことを言いますよ。税理士は投資なんかゼロでいいじゃないですか。利益は全部、まあ、パソコンソフトとかそんなのあるけどね、全部あの利益はお金となって残る。僕ら全然残りませんよね。全然残らない。あの僕ね、社長になって一番初めに思ったの、利益がある会社はお金だと思った。すいません。そんなレベルだったんか。そう、僕。そしたら、ボーナスの瞬間にお金借りなきゃいけないとかね。なんで借りなきゃいけないの。納税の時にお金借りない。借りない。で、それがね、わからなくて、って思って、やったらそうなるのね。で、ここにお金があるのよって手伝うのね。僕は松坂市の、あ、松坂市、そう、ある市の行財政改革委員やってますが、その市に、市のコストを下げないといけないと言って、資産台帳にしてください。ないって言われて、じゃあ作ってください、作ってもらってみたら、数字がずーっとあって、年度が経つんじゃない、数字が増えてるから、何のみたいな、増えてる、価値が増えてるのを見て、一番端見たら、平米って書いてあるんですよ、面積、面積。すみません、普通、資産って償却して、価値を念じていくもんですけど、減価償却制度は、一般企業から納税を促して、徴税するための仕組みだ。私たちは超全ゲームなので、焼却台帳は作っていません。やっぱりそうかなと思ってたけど、レンタルの人みたいな感じで、星のあなたのお金だけみたいな、ガーンみたいな。それなのにわしらちま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 焼却台帳を作って、みたいな、何分の何で均等法が、誰がこうが取ったとか、いろいろやって、みたいな。メカトロにして何でもかんでも200何十万以上にせなみたいな、これとこれは繋がってないようで繋がってるんですみたいなみたいなねことをやってるのに、赤字で苦しんでるはずの自治体が、ね、固定資産台帳は固定資産を徴収するための仕組みですって言われた時の僕のやっぱりいやーみたいなね。だからダメなんですよ。彼らには償却するというか価値を、ね、いわゆる価値を正しく評価する指標すらない、まあ、考えてみたら短縮ボケですからね、そんなの借金したら収入ですからね、ありえんじゃんみたいな。もうだからいやほんまに赤字になって当たり前です。そんな地方公用団体は赤字になった方が成果が上がったみたいになるんでしょ。日本の本当に製造業はね、どんだけひどい目に遭ってるかですよね。だから僕は日本だけ優遇しろとは言いません。海外のがどうやってんのかをせめて正しい目で見て、日本が突出して高い部分については是正していかないと、海外からも投資はないし、日本からもどんどん出ていきます。それでもいいんですかと、ね、母を訪ねて3000里というアニメーションがあって、イタリアのジェノバに住んでるマルコという男の子が主人公、これも45分ぐらいだと、でもそろそろ行かないと公園に間に合わないね。ジェノバで行くんですけど、お母さんはね、アルゼンチンに出稼ぎに行ってるんですよ。あれでみたいな、アルゼンチンって経済破綻してるとこやんかって。僕はすごい不思議で、ちょっと歴史を調べてみたら、1900年代初めに書かれてるんですよ、ハウタゼさん。アルゼンチンは冷凍技術が発明されて、空前の食肉ブームでめっちゃ流行ってたわけですよね。あれ、俺生走っちゃった、生走ったよ。その前生走ったんだっけ。あ、そうそうそう。だから、最もいい仕組みのところに人は行く。いずれ日本人はアジアに
出稼ぎに行くようになるでしょ、うん、できるやつほどそうなるでしょ。今ね、採用してると、その採用して学生さんが直接アジアの会社にね受験に行ってますよね、うん、今だからできるやつこそそのグローバルな級とこ行くで、僕はねそれでいいと思うんですよ。会社も個人にも国境などないからです。でも国という主体を考えた時に、果たして金の卵を産む鶏を餓死に追い込んでるような今の仕組みはどうなのかということは本気で思いますね。自分が相続やってるから思うんだけど、相続の時に会社が残らないと、下手すると 70% ですからね、うん、もうね、あれはまずいなと。かかりますよね、お金がかかるのとね、それお金が負担する根性がある人で、8億もね、個人保証してね、普通会社の社長になる人はね、あの会社いないですよ、うん、いないですよね、うん、そんな人は。そう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 、いや、本当にね、今でも10億以上の借金してるんですけども、日本だけですよ、無借金がいいっていうの、これも税理士の責任だと思うけど、海外では、会社の資産と借りてるお金の合計が会社の器量ですよ。まあもちろん上場企業はそう、また別の仕様があるけどね。借金をすると、あたかも会社がダメになるようだね。だから引きこもりの社長をどんどん税理士が作ってる。あ、そんなことない。できる人はいましたよ。ね。本当に、もっと、冒険をさせようよ。ベンチャー、ベンチャー、アドベンチャーって僕言ってたんですよね。アドベンチャー企業になろうみたいなね。こんだけ金利安いのに、借りな損ですせみたいなね。世界で一番金利安い。世界で、だからもう一番高い法人税 をもう薄めるには、いっぱい借金するか、世国みたいな医療法人になるか、うん、ね、宗教、あ、嘘嘘ね、本当にいろいろもうちょっと考え直した方がいいですよね。そうしないとやっぱり残らない。ひらく島に1時間ぐらいかかるよね、うん、もう、じゃあすいません、とりあえずトップ、続きは7時からです、リアマツ、また次は男女が生き生き働く企業についての画期的なお話をするかもしれません。TKC の話も出るかもね。はい、おしまい。ありがとうございました。切れた、切れた。